インスリン、インスリン、インシュリン、インスリンは、水臓に存在する、ランゲルハンス糖、水島のベータ細胞から分泌される、ペプチドホルモンの一種。名前は、ラテン語のインスラ、島に由来する、21アミノ酸残器の A 差と、30アミノ酸残器の B 差が2つの、ジスルフィド結合を介して繋がったもの。C ペプチドは、インスリン生成の際、 プロインスリンから切り離された部分を指す。整理作用としては、主として、血糖を抑制する作用を有する。インスリンは、脂肪組織や骨格筋を中心に存在する、グルコーストランスポーターの一種であるグラット4に作用し、そこから、血中のグルコースを取り込ませることによって、血糖値を下げる重要な役割を持つ。また、骨格筋におけるアミノ酸、 カリウムの取り込み促進とタンパク質合成の促進、肝臓における糖新生の抑制、グリコーゲンの合成促進、分解抑制、脂肪組織における糖の取り込みと利用促進、脂肪の合成促進、分解抑制などの作用により、血糖を抑制し、グリコーゲンや脂肪などの各種貯蔵物質の申請を促進する。人尿細管における NA 再吸収促進作用もある。 炭水化物を摂取すると象徴でグルコースに分解され、大量のグルコースが体内に吸収される。体内でのグルコースはエネルギー源として重要である。反面、高濃度のグルコースはそのアルデヒド元の反応性の高さのため生体内のタンパク質と反応して、糖化反応を起こし、生体に有害な作用、糖尿病性神経障害、糖尿病性網膜症、 糖尿病成人症の微小血管障害をもたらすため、インスリンの分泌によりその濃度、血糖が常に一定範囲に保たれている。インスリンは血糖値の向上性維持に重要なホルモンである。血糖値を低下させるため、糖尿病の治療にも用いられている。逆に、インスリンの分泌は血糖値の上昇に依存する。従前は、インシュリンという表記が医学や 生物学などの専門分野でも正式なものとして採用されていたが2006年現在はこれらの専門分野においてはインスリンという表記が用いられている一般にはインスリンとインシュリンの両方の表記が共に品用されているインスリンはアミノ酸からなるペプチドで A サと B サの二両体という構造を有しているプロセッシングされる前のプリプロプロテインはロイシン 18%、グリシン、11%、アラニン、9%で38%とその4割近くを占める。これは、プロセッシング後に4つに切断され、そのうちの2つが、a s と b s として切り出されに両体を構成する。a s ギビククザキシーキーリーナイクンブサ、ファンククグシュルビラルベクジャーグフィトプクト。2両体のアミノ酸比率は、システイン。 12%と、ロイシン、12%が、最も多く合計でを占める。食事後の1から2時間ほどの消化の間、水臓からのインスリンの放出は、血中濃度が一定となるようには放出されてはおらず、3から6分の周期で、血中インスリン濃度をお,およそ100ピコモル、L から800ピコモル、L 以上へと変動するように放出されている。これは細胞にある、インスリン受容体の、 インスリンに対する肝濃度や細胞表面の受容体の数そのものを減少させるお酒、インスリンの主要標的である肝臓の細胞に対して、インスリンが十分に作用を果たせるようにするためではないかと考えられている。インスリン受容体の脱感差は、インスリン抵抗性とも関連があると見られることから、インスリン療法の管理においては、このインスリン振動すなわち、一定濃度ではなく、 理想的には、血中濃度が周期的に変動するような投与について、その有効性を検討する必要があり、将来のインスリンポンプは、この点について考慮されることが望まれる。1869年に、ドイツ・ベルリンの医学生、パウル・ランゲル・ハンス、ポール・ランガー・ハンズは、顕微鏡で見た水臓の構造を研究していた。後にランゲル・ハンス島として知られる、小さな枠の集合体は、 当時まだ知られていなかったが、エドワール・ラゲスは、それらが消化に関わる大きな役割を果たすものであり得ると主張した。1889年、リトアニア出身のドイツの内科医、オスカル・ミンコフスキーとヨーゼフ・フォン・メーリングは、健康な犬の水臓を取り除く研究を行った。実験が始まって数日後、ミンコフスキーは、ハエが、 いつもこの犬の尿に群がっていることに気づいた。尿を調べてみると糖分が含まれており、ここで初めて水臓と糖尿病との関係が実証された。1901年、アメリカの病理学者、ユージンオピーにより、ランゲルハンス島と糖尿病との関連が明らかにされたとき、この研究は新たな段階を迎えた。つまり、糖尿病は、 ランゲルハンス島の部分的あるいは全体的な破壊によって引き起こされるということが分かったのである。しかしながら、ランゲルハンス島が果たす特定の役割については、ここではまだよく分かっていなかった。それから20年、これに連なる数々の研究が科学者の間で行われた。1921年には、カナダの整形外科医、フレデリック・バンティング、 フレデリック・バンティングと医学生、チャールズ・ベストが研究室でインスリンの抽出に成功した。1922年1月11日、当時14歳であった1型糖尿病患者に世界で初めてインスリンの投与が行われたが、これは生成方法が未熟であったこともあり、患者にひどいアレルギー反応が出たため中断された。 それから12日間投与量などの改善に日夜、努力し、23日に、再び投与が行われた。今度は、副作用を引き起こすこともなく、糖尿病の症状を取り除くことにも成功した。しかしながら、バンティングとベストは、コリップを一種の侵入者とみなしたようで不和を生じた、ため、その後すぐにコリップは去っていった。1922年の春が過ぎ、 ベストは大量の需要にも応えられるように抽出技術を工夫したが、生成は未熟であった。1921年の発表の直後、イーライリリー社から彼らは支援の申し出を受けており、4月にこの申し出を受けた。11月にリリー社は技術の革新に成功し、非常に純粋なインスリンの生産に成功した。このインスリンはアイレチンという名ですぐ市場に出された。 1933年には、ポーランドの精神医学者により、インスリンを大量投与することにより、低血糖ショックを人為的に起こさせて、精神病患者を治療するというインスリンショック療法、インスリンショックセラピーが考案されたが、死亡例が多く、その後電気系連療法、薬物療法、クロルプロマジンに代表される、抗精神病薬などが登場したため、1950年代には、廃れた。 2013年、カナダはフレデリック・バンティンラの研究論文や臨床データとインスリン普及後の各国からの報告レポートなどをユネスコ記憶遺産へ申請し登録された。インスリンについては5人がノーベル賞を受賞している。インスリンを発見したバンティングとマクラウドが1923年に賞を受賞。その後も1958年に タンパク質の中で世界で初めてインスリンのアミノ酸構造を解明したフレデリック・サンガー。フレデリック・サンガーが1964年にドロシー・ホジキン、ドロシー・クロフット・ホジキンが1977年にはロサリン・ヤロー、ロザリン・サスマン・イエーローがラジオイムの圧生をインスリンで開発したことでそれぞれノーベル賞を受賞している。1921年に インスリンの分離に成功。一型糖尿病における薬物療法として、現在のところ唯一の治療法である。インスリンは、タンパク質であるため、消化管内で速やかに分解されるため、傾向投与、不可能である。そのため、皮下注射によって投与される。インスリン製剤は、作用発現時間、作用持続時間、原料となる、動物種、牛、豚、 人によって分類されている。組み換え DNA 技術によって人型インスリンが開発されてからは人型を用いるのが一般的である。人型インスリンは大腸菌や工房菌に人インスリン遺伝子を導入し生産している。インスリン製剤は作用発現時間や作用持続時間によって超速攻型、速攻型、中間型、混合型、持ち替え型妖怪に分類される。 持続型、ウルトローレンで、U というものも存在するが、近年ではあまり用いられない。インスリン製剤は、カートリッジ製剤、キット製剤、バイアル製剤があるが、ここでは簡単のためバイアル製剤を用いて説明する。2014年、平成26年7月10日、厚生労働省は、注射剤について配合剤であることに気づかず、 重複して投与する恐れを防ぐための対策として通知を発行した。インスリン注入には二通りの方法がある。日本ではペン型注射器を使用するのが一般的である。しかし、例えばアメリカでは日本に比べてインスリンポンプの普及がはるかに進んでいる。ファイザー社が発売した吸入インスリンは2007年秋、市場規模が少ないことから発売休止になっている。 ペン型注射器を用いて、1日数回の皮下注射によって、インスリン注入を行う。コンピューター制御で、自動的にインスリンを注入する機械で、水臓に似せたインスリンの注入スケジュールプログラムを入力できるものである。これによる治療を、インスリン持続皮下注療法という。インスリンポンプを使うと、針は刺しっぱなしでよく、針の刺し替えは3日に1回程度で済む。 端所としては、生体の膵臓は体調に合わせて、インスリンを分泌するが、インスリンポンプは、プログラムに合わせて、人間の生活を管理しなければならないということ、また機械が故障すると糖尿病性ケトアシドーシス、などの事故も起こり得るので、患者はペン型注射器を予備として常備しておく必要があることである。参考、2007年現在、アメリカの防害者のインスリンポンプは、 血糖値を測定しつつ、リアルタイムにコンピューター処理し、現在の適正なインスリン注入量を投与する技術レベルにまで達している。日本では厚生労働省の認可に時間がかかるため、最新機種よりも常に2から3世代古いインスリンポンプの輸入販売が行われ続けているのが現状である。2015年現在、日本では2007年にはすでにアメリカにあった。 血糖値をリアルタイムで測ることができるインスリンポンプを導入している。インスリンを用いた血糖管理、糖尿病の治療をインスリン療法という。インスリン療法としては強化インスリン療法とその他の治療法に分けられる。まずはインスリンの適応があるかどうかを判断する。インスリンの適応があると判断したら患者の状態を把握し、 インスリン強化療法を行うのか、それともその他の治療法を行うのかを判断する。インスリン療法の基本は健常者に見られる血中インスリンの変動パターンをインスリン注射によって模倣することである。健常者のインスリン分泌は基礎インスリン分泌と食事後のブドウ糖やアミノ酸刺激による追加インスリン分泌からなっている。これを 最もよく再現できるのは強化インスリン療法であるが主義が煩雑であるのがネックである。今後の糖尿病管理も強化インスリン療法を行うのなら患者教育なども行い導入する価値はあるが手術や処置で一時的に経口血糖効果薬を用いられないという場合生活スタイルから強化インスリン療法を行うのが不可能な場合はその他の療法が選択される。 インスリン療法の絶対的適応例では、入院による導入が望ましいと言われているが、相対的適応例におけるインスリン療法の開始や、経口血糖効果薬からの切り替えの場合は、外来で行うことが多い。この際、インスリン量の調節のため外来を頻回にすることで、対処することが多い。外来での導入に関しての危険性を評価するには、を確認することが望ましい。 これらに該当するようならば、糖尿病専門医がいる施設や、教育入院を用いないと外来でのコントロールは危険である。インスリン療法では注意するべきことがいくつかある。インスリンの導入では、皮下注射を自分で行えなければならない。血糖事故測定、SMBG ができなければならない。シック D の対応、低血糖の対応といった問題を克服しなければ、自宅では行うことができない。 入院中は看護師の管理によって教育が不十分でも管理可能だが退院前にこれらの教育がなされていなければ大きな事故につながりかねない。特に気をつけることが低血糖の対応である。低血糖発作は初期ならばブドウ糖を摂取することで改善できる。しかしこの後低血糖になったからということで次の投与のインスリンを自己判断でスキップしてしまう場合が多い。 低血糖が起こった場合は、責任インスリンの調節をし再発予防を行わないと意味がないのでこういったことには十分留意する。インスリンの調節中、その G 効果という現象に出会うことがある。これは、インスリン量が過剰であるために低血糖が起こり、その反動として気候ホルモンが分泌され、高血糖となることである。早朝に高血糖となることが多い。 インスリンの不足と思い増量すると重篤な低血糖発作が起こる。夜中の3時など高血糖発作が起こる前の時間の血糖値を測定すれば判明する。この頃に低血糖になっていれば、それはそのじい効果である可能性が高い。インスリン療法を開始すると水機能が回復してくることがある。この目安はインスリン必要量の低下によって判断する。 この場合は、インスリン療法を中止できることもある。アルファ GI などの経口血糖効果薬の中には、インスリンと併用できるものもある。SU 剤で二次無効となった時、内服薬を中止せず就寝前に N を投与することで、糖毒性が解除され、SU 薬の効果が再び現れることもある。血糖値に影響する、急性疾患の合併がなく、安定した。 糖尿病に用いられている方法。測定された血糖値に最も影響を与えるインスリンを責任インスリンと呼び、超速効型、または速効型インスリンを毎食前に注射している場合、朝食前に注射したインスリンが昼食前の血糖値に対する責任インスリンである。例えば、 ある日の昼前の血糖値が通常より高かったなら、翌日の朝食前の超速攻型インスリン量を増やすといった方法をとる。食事の内容や運動量によって血糖値は変化するため注意は必要である。速攻型または中間型インスリンを用いる時の考え方であり、同インスリン製剤を用いる上での難しさを物語る考え方である。 持ち替え型インスリンに超速光型インスリンを組み合わせて用いる際には、このようなことを考える必要がない。朝食前の R は昼食前の血糖を下げる。昼食前の R は夕食前の血糖を下げる。夕食前の R は就寝前の血糖を下げ。就寝前の N は朝食前の血糖を下げると考えるとわかりやすい。あらかじめ病気の状態。 血糖値の変動パターン、体重あたりのインスリンの必要量などから医師が作成する目安表で患者自身が4から8時間ごとに血糖事故測定し、このスライディングスケールに従ったインスリン量を注射する方法を。手術前後、感染症、他の急性疾患で入院している時など、異常事態に適した調節方法であるとされている。現在、 一型糖尿病で主に採用されているインスリン療法で最初に選択される治療法。血糖事故測定、SMBG を併用したインスリンの頻回注射が原則的に選択される。コントロール不良の場合や妊婦、小児・思春期の一型糖尿病には持続非カインスリン注入、インスリンポンプ療法、G を採用する。インスリン頻回注射は 医師の指示に従い、患者自身が、インスリン注射量を決められた範囲で調節しながら、良好な血糖コントロールを目指す方法である。基本的には、食事をしている患者では、各食前、就寝前の1日4回血糖を測定し、各食前に、速攻型インスリン R を、就寝前に、中間型インスリン N の1日4回を乾か中にて始める。 オーソドックスなやり方としては、各回3から4単位程度、1日12から16単位から始める。量を調節する場合は2単位程度までの変更に、とどめた方が安全である。超速光型インスリン、Q や持続型も近年は多く用いられる。持続非回インスリン注入は、超速光型インスリンを24時間通じて注入する携帯型の小型機器を用いる。 持続型インスリンよりも、はるかに血糖値変動を予測しやすい、超速効型インスリンを用いることができ、容量の微調整も可能で正確である。世界で2億人以上が糖尿病と診断され、およそ100万人がインスリンポンプを使用していて、世界的に増加傾向にあり、ほとんどは1型糖尿病患者だが、2型糖尿病患者も含まれる。日本においては、まだ認知度は低く。 普及率も低いのが現状である。初期投与量としては0.5単位、キログラム、デーにて開始し、数日の効果判定後0.7から1.2単位、キログラム、デーで維持する場合が多い。食前血糖値、空腹時血糖値が 140mg、デシリットル以上や食後2時間血糖値が 200mg、デシリットル以上の場合は、責任インスリンの増量を検討する。 食前血糖値が 70mg デシリットル以下であれば責任インスリンの減量を検討する。ただし、調節するインスリンの総量は4単位を超えない範囲で行うのが安全である。初期投与量としては0.2単位、kg、でにて開始し、数日の効果判定後0.3から0.5単位、kg、でで維持する場合が多い。食前血糖値。 空腹時血糖値が 140mg デシリットル以上や食後2時間血糖値が 200mg デシリットル以上の場合は責任インスリンの増量を検討する。食前血糖値が 70mg デシリットル以下であれば責任インスリンの減量を検討する。ただし、調節するインスリンの総量は4単位を超えない範囲で行うのが安全である。 糖尿病患者が治療中に発熱、下痢、嘔吐をきたし、または、食事不振のため食事ができない状態を、しっくりという。この場合の対応としては、主治医や医療機関に連絡を行い指示を受ける。インスリンを決して自己中断をしない。水分を摂取して、十分に脱水を防ぐ。口当たりが、よく消化に良いものを摂取し、絶食にならないようにする。血糖を3から4時間ごとに測定する。 可能ならば尿中ケトン体を測定するといったことが原則となる。2型糖尿病で食事が十分に摂取できていれば、普段通りにインスリンの投与を行い、食事量が半分ならば、インスリンを普段の半分量使用する、ほとんど摂取が不可能ならば、血糖値に応じてインスリンスライディングスケールで対応するのが一般的である。1型糖尿病の場合は基礎分泌に相当する。 インスリン量は変更しないのが原則である。入院の適応を考えるべき状況とは、高熱が2日以上続くときや、嘔吐や下痢が続くとき、脱水や尿量減少が認められるとき、高血糖 350mg デシリットル以下にならないや、尿中ケトン体陽性が続くとき、高血糖に伴う症状、高活、退院、多尿、急激な体重減少。 意識障害がある時などが挙げられる。この状態になった場合は、糖尿病性昏水などの治療にのっ,とって治療を行う。基礎インスリン分泌が保たれているような患者では、速攻型、または超速攻型インスリンの毎食前3回、注射など強化インスリン療法に準じた注射方法がある。また、近海のインスリン注射が困難な患者や、 強化インスリン療法が適用とならない患者、ほとんどが相対的適応では、混合型、または中間型の1日1回から2回投与という方法もある。具体的には N を朝食前に1回打ちにしたり、混合型製剤を朝食前、夕食前の2回打ちにし、食後血糖を抑えるためアルファーグルコシターゼ、阻害薬を併用したいりするなどがオーソドックスと言われている。 このような投与法でもインスリン量は0.2単位、キログラムにて開始し、0.5単位、キログラムまで増量可能である。中間型を2回打ちする場合は朝、U を2、1、または3、2の比率とすることが多い。中間型インスリンが1日10単位以上の場合は1日2回と分けることが多い。初期投与量としては0.2単位、キログラム、0にて開始する。 経口薬を併用することが多い。昼食前後の責任インスリンは存在しない。初期投与量としては0.1単位、キログラム、でにて開始する。経口薬を併用することが多い。食前血糖値で、効果判定を行う。空腹時血糖 80mg、デシリットル以下ならば2単位の減量を検討。 空腹時血糖 130mg デシリットル以上ならば2単位の増量を検討する。ステロイドの血糖上昇作用は同予後2から3時間で、発言死後から8時間で最大に達する。すなわち空腹時血糖は正常であっても午後から夜にかけて高血糖になりやすい。食後血糖が250から 300mg デシリットルに達した場合は、インスリン療法を行う場合が多い。 なお、蛍光薬でも、血糖コントロールは可能である。もともとインスリンを用いている場合は、PSL5mg につき、インスリン2から4単位の増量が必要となる場合が、多い。インスリンを用いていない、糖尿病患者の場合は、PSL20mg、例で12から18単位、例、PSL40mg、例で26から32単位、例が、 最終投与量となる場合が多い。また、非糖尿病患者の場合は0.2単位、キログラム、例で、インスリン療法を開始する。ステロイドパルス療法では、血糖が 400mg、デシリットル程度まで、急激に上昇するため、一時的にスライディングスケールを用いることが多い。下記がよく用いられる、スライディングスケールの例である。インスリン療法を行う場合は、 蛍光血糖効果薬を使用している場合が多い。欧米では、SU 薬などを中止せずそのまま継続した方が、血糖コントロールが安定し、低血糖のリスクが減るというデータもある。SU 薬、αGI、BG 薬は保健診療上も併用可能であるが、TZD 薬や速攻型インスリン、分泌促進薬は保健診療上併用ができない。 SU 薬を一錠だけ残し、インスリン導入をしている例が非専門医の場合は、多い。病棟などでは、インスリンスライディングスケールという方法を取ることがある。これは各食前の血糖値に基づいてその時に打つ、インスリンを決定するという方法であり、短期間ならば良いが、血糖の変動を激しくするので、避けた方が良い。本来は食事摂取できない。 糖尿病患者の血糖コントロールで用いられたプロトコールである。以下に一例を示す。食事をしない i 部の患者では、高カロリー有液に R を混ぜることもある。この場合は、クルコース 10g につき R 一単位から始めて、血糖を測定から指摘量を決めていく。注意として、速攻型インスリン以外の常駐は禁止である。速攻型インスリン。 または超速効型インスリンの皮下持続投与によって、インスリンの血中濃度を一定に保ち、低血糖や高血糖のリスクを軽減する治療である。大まかの治療目標を以下にまとめる。は、緩めの目標である。地位では強化インスリン療法、4回打ちの時のインスリンの60から80%のインスリン量でコントロールできる場合が多い。 基礎注入量と食前常駐量を決定する。基礎注入量が全体の40から50%を占め、残りが食前常駐となることが多い。糖尿病性、ケトアシドーシス、ダカヤ、ヒケトン性抗震等圧性昏睡、HHS の場合、インスリンを投与することがある。生理食塩水で500から 1000ml、HR の輸液を開始し、R を10単位以上注する。 以後は0.1単位、キログラム、hr にて、点滴上駐する。血糖が250から3 0 0 m g d トル、箱 18,ph 7.3になるまで続ける。インスリン投与にて、低カリウム血症となるためカリウムを補充する必要がある。これはインスリンがカリウムを消費することと、糖尿病性緊急症の時はアシドーシスがあるため、カリウムが、 高めに測定されるということの2つの理由で説明できる。乳酸アシドーシスの場合も基本的な対応は同様であり、脱水の是正、高血糖を伴う場合は高血糖の是正を行う。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。